皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。これね、なんで男装なの？アイリ？うんうん。うん。どうしてそうなった？オープニング入りました。なんか第2章って感じだね。まあ、だからそうだよね。第1章がちょっと落ち着いて、第2章でなんか、学園編？あれ、いくつだったっけ？アイリーンって。どういう学校？学校っていうかね。いくつだったんだ？でも今までも学校行ってたよね。制服着てたりしてたよね。どういうこと？なんでそうなったんだ？やっぱり男装やったんやね。あ、なんか、ちょっとオープニング変わった？気のせいかな？なんか学園編みたいな、新しいキャラがいた。なんかまた新しいキャラ増えそうですね。オープニング終わりました。悪役令嬢は婚約者を騙す。1ヶ月前？イチャイチャしとるの。アイリン成分を補給中なんだね。なんか潜入調査なのかな。ミルチェッタ？おう。新しいゲームじゃん。おお。ああ。ちょっとつながってるんだ。世界観が。なんか違う国がお話みたいな。そんなことできるの？なんかね、
その名前が出てくるとな、嫌な予感しかしないな。だから断層すんの？おお。なんか危ないお薬みたいじゃん。あ、そっちの方で？女性をはべらして闇の帝王みたいになってる。いや、君の妄想だよ、それ。今笑ってたのキース？結構アイリーン背高いな。ああ、いやー、豪華な作りだね。これ髪切ったの？ああ。これがあれか、男尊女卑の。強そうだよね、アイリーン。逆にアイリーンがモテるんじゃないの？ まあ敵も作りそうだけど。あ、アイザックも潜入してる。わあ、キラキラしいな。そんな感じするね。ああ、そっか。リディアがね、ヒロインだもんね。お、また出てきた。多いな。キラキラしい男子。まあ攻略キャラだしね。ゼームス？ほう。ラスボスなの？
ラスボスって魔王の後継者。闇落ちするのね。出た出た出た。大丈夫？逆ハーレムになりません。大丈夫？逆ハーレムじゃないや。あ、いいのか。そういう系か。私が正義か。いじめね。慣れてる。男同士のいじめか。あ、キャラが多いな。登場キャラクターなのかな？あれで？全然違うんじゃない？わー、なんかスネープ先生みたいな。いや、スネープ先生は好きだけどね。優秀。この子がヒロインなんだ。さっきなんか睨んでた子？え、リリアとはまた別にヒロインがいるの？なんかオーギュストも、あんまり男尊女卑じゃなさそうだよね。この人がヒロイン？セレナ・ジルベール。いや、キャラ多いな。いい人キャラだね。なんか幼なじみとか。なんかちょっと違うんじゃない？浸水してるからか。リリアのどこが、いや、ごめんなさい。毒を吐きそうになってしまった甥がゼームス？ハーフって言ってたね。
なんかいろんな言葉がいっぺんに出てきてさ、ちょっと混乱しかけてるけど、メモってはいます。あ、そっか、クロードにも。あらー、情熱的。いや、梅原さんの声だから余計にこう。破壊力が、逃げた。ああ、テストされるの？ほう。ああ。うん。まあね、そうだね。この世界吸血鬼いるのか？書類出るの早くない？ん？何この手前の着ぐるみみたいなの。いや、それ怖いんじゃないんだよね。バレちゃう可能性があるからだよね。色ぼける みたいですね。キースにも話してないんだっけ？あー、それでこの着ぐるみ着てきた。うーん。よち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 歩いてきた。いや、ウケる。よく怒られないよね。だからか。そういう理由ね。いや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 。そうだね。それ。今変えたんじゃなくて、もう用意してきたってこと？ああ、このタイミングで。よかったね、機嫌良くなって。ういーってその音。あら、シンプル。
真っ白になってた。ああ、計算だったのね。手紙のタイミングも。魔王様か。気をつけないとね。教師？何？弱み握って？つけてきたの？なんだ？スケベ教師か？華麗に。大丈夫か？あ、先輩どこ行った？お香じゃないの？言ってた。生きてる？なんか生徒会の、うわぁ、だねえ。あれれれれれれ。早い早い。本人の意識ないのかな？エンディング入りました。なんか、シーズン2って感じだね ちょっと一気にキャラ出すぎだよ。なんとなく分かってんだけどさ。オーギュスト・ジェームス・レッド、なんか、一応メモってはいるんだけどさ。あれなんだよね。耳で聞いてる音と、本当に合ってるかどうかがちょっと分かんないので、ちょっと後で確認しないと。名前ね。間違えてるかもしれないから怖いなーって。いや、まさか第2部みたいな感じで始まるとはね。なんかやっぱりあれだよね。アニメ化するとなるとさ、なんて言うんだろう。これみたいに、ある程度のお話のストックがないと難しいんだろうね。はい、エンディング終わりました。悪役令嬢なので、ラスボスを飼ってみました。5話ですね。見終わりました。いやー、まさかまさかの、第2部がね、始まるというね。しかも断層編みたいなね やっぱり断層してたんだね。見間違いじゃなかったんだな、それはね。世界観が同じの、なんか2みたいなのが出てるってことかな、ゲームが。でもさ、よく覚えてるよね。本人はうろ覚えだみたいなこと言ってたけど、その生前やってたゲームとかさ、私だったら覚えてるかな、みたいな。なんかね、まあ、よっぽどすごいやり込んだゲームとかだったら、覚えてるかもしんないけど、あの時あんなセリフ言ってたとかさ、
絶対覚えてないっていうか、いやまあ覚えてるね、セリフとかもあるかもしんないけどさ、どのタイミングで言ってたとかさ覚えてないよね。いやそれを元にさ危険を回避するとかなったら結構リスク高いというか今更なんだけどね。うーん、いやなんか改めて考えてみると、しかも今回2の方まで行ったでしょ、ゲームがね。そこまで手伸ばしてて覚えてるってなったらよっぽどだよね。すごいなーって思ってしまう。でも一応2は2であれなんだね、リリアンも出てくるけど2のヒロインがいるんだね。でなんかラスボスもまた別の人でみたいな感じなんだね。なんか2は学園ものなんだね。なるほどね。なんかよくあるもんね、世界観は同じだけどちょっとなんか舞台が変わるみたいなね、よくありますよねゲームとかでね。そうなんだよね、私乙女ゲームってあんまりちゃんとやったことがなくてですね、まあちょっと話それちゃうんですけどね、ときめものガールズサイドぐらいかな、ちゃんとやったのって。なんかスイッチで出てるゲームとか結構いろいろありますよね。やってみたいんだけど、なんか最後までやれる自信がないんですよね。なんか、なんだったかな、そのすっごい大真面目な恋愛ものじゃなくて、なんかツッコミどころ満載の、あえてそういう風に作っている乙女ゲームならちょこっとだけやったことがあって、なんかそれはそれで面白かった記憶はあるんですけど、それも最後までやってないんですよねなんか私ゲーム最後までやれないんだよな。いや、やってるものもあるんですけどね。なんか、キンハーとかさ、FF とかさ、FF は最後までやったかな、10とかね。なんか、ラスボス手前でやめてしまって、ちょっと一旦やめて、なんか戻ろうとかしてたら、結局、どこまでやったっけとか、わかんなくなって、結局なんか最後まで、こう、クリアしないみたいな状態になるんですよね。だから、ちゃんと、ねえ、クリアしないとなーっていつも思うんですが、って全然話違いましたね、ごめんなさい。なんかすごいあれですね、その第2部になってから学園編のキャラがねまたいろいろ出てきましたけど、ほんと増えましたね。なんかね、私もね、その出てきた単語がまだちゃんとその合ってるかどうかが何とも言えないので、あの間違えてたらごめんなさい、後でテロップで修正したりとかしますね。今ちょっとぶっ続けで録画してるので、ちょっとね、間違えてる可能性があるんですが、ミルチェッタっていうのが、国というか、今回のね、場所の舞台ですよね。で、ミーシャ学園だよね。ミルチェッタのミーシャ学園ですよね。このさ、アシュタルトっていうのがよくわかんなかったんですよね。これもう一回ちょっと調べてみるというか、見返してみますね。クロード様が、なんかこのミルチェッタの太后の代理みたいな感じで今来てるんですよね。で、アイリーンは学園に潜入してると。で、この学園の中にいる、この2のヒロインがセレナ・ジルベールかな？で、リリアにすごい心酔してると。で、この2の悪役令嬢的な立ち位置にいるのが、レイチェル・ダニスで合ってるかな？まあ、レイチェルさんですね。で、今回なんかちょっと、教師に弱みを握られたりとかしてましたよね。なんかでもちょっと様子がおかしいぞ、みたいな感じでしたね。なんかちょっとずつそのゲームの世界と乖離してるというか、違うところがあるのかな？なんかおかしいぞみたいなこと言ってましたよね、アイリンがね。で、生徒会のメンツが、カイル、ウォルト、オーギュストでいいのかな？で、ゼームスが会長だよね。で、この会長が、この2のラスボスって言ってましたね。で、このゼームス会長っていうのが、なんか1の時のクロードみたいなね。魔物とのハーフみたいな感じのこと言ってましたよね。で、覚醒するかもしれないとか言ってたんだけど、今回の最後でね、もうすでになんか魔物化してるみたいな
感じでしたよね。なぜかね、なんでみたいなこと言ってましたよね。なんかちょっとうろ覚えなんですけど、香炉だったっけ、なんかその匂いでね、魔物を刺激するみたいな言ってましたよね。覚醒させるんじゃないよね、刺激するみたいな感じでしたっけ。それが関わってるかもしれないみたいなことも言ってましたね。なんかこのゼームス会長周りのさ、話がさ、ちょっと漠然としてたんだけど、この人がもしかしたら後を継ぐかもしれないから、それをなんか防ぐためになんか暗殺仕掛けてきたりとかされてたとか言ってたっけ。まあなんかちょっとやっぱりクロード様と被るようなね、設定というかね、感じなんですね。で、彼のそのまあ覚醒を防ごうみたいな感じで潜入してきたはずなのに、もうなんか魔物化してるみたいな感じだったりとか、ちょっとね、少しずつゲームと違うところがあるみたいで、アイリーンがね、困惑してましたよね。一体誰が裏にいるのかっていう感じですね。なんか怪しい教団だかなんだかが裏にいるとか言ってましたよね。あとね、気な臭いのがいるって言ってましたね、キースがね。まあそれが関わってるのか、まだまだちょっといろんなところわかんないですね。まあ第2部始まったばっかりだしね。にしても生徒会メンバーみんなキラキラしいね。まあ攻略キャラだからね、そうなんだろうけどね。いや、なんかでもさ、銀髪っていいよね、銀髪ね。なんか銀髪で中性的かなと思わせといて、こう意外に男っぽいみたいな、そういうキャラいいですよね。なんかでもオーギュストさんはさ、男尊女卑とか言われてるこの学園の中では女性にも優しそうな感じでしたね。あ、でもあれかな、その先輩って言われてたのって誰だっけ。ウォルトさんじゃないな、カイルかな。ちょっと間違えてたらごめんなさい。なんかあの先輩もそんな悪い感じではないのかな。てか生徒会のメンツは、まあちょっと会長わかんないけど女性に対して厳しいとかっていう感じでもないのかな。またなんかちょっと独特なあれですね、この地方限定のというか、この地方特有のそういう風習というか、なんかちょっとそういう傾向にあるみたいなね、そういうのをなんか男尊女卑が根深いみたいなこと言ってましたよね。いやー、まさかここで男装するとはな、びっくりしたな。まさか二人の子供かとか思ったけど、そんなことはなかったですね。今更なんでまた学校行くんだろうとか思ったけど、やっぱり潜入だったんだね。なんかやっぱりこうやっていろいろ事件を解決していくというか、まあクロード様にその被害を及ばないようにじゃないけど、まあひいては自分に危機が訪れないように回避するためにみたいな感じかな。まあこういうなんかアニメ化するときにさ、ある程度のお話のストックがないとアニメ化できないんでしょうね。やっぱ第一部をずっと引っ張るみたいなのは難しいんだろうなーって。だからある程度ね、第二部第三部とかできてないとね、難しいんでしょうね。ただお話が面白いってだけじゃなくてね。いやー、なんかあれですね、またちょっとキャラは増えて混乱するところもありますけど、なんか新鮮ですね、いろんなキャラが入ってきてね。まあこの学園編でどんな風になっていくのか、会長も出れたりするのかとか楽しみですね。なんか結局逆ハーレムというか、みんなアイリーン好きになったりとかしないのかなみたいなね。まあでもセレナさんもいるからね。なんかセレナさんはまたちょっとリリアとはタイプ違いそうだから、またそんな風にはならないかもしれないけど、アイリーンだったらなんかうまく解決していきそうですよね。ということで、また次回も見ていきたいと思います。悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました5話ですね。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。